今日もシルバー川柳お届けします。それではどうぞ。ボール投げ孫に褒められちょっと照れ、うん、おじいちゃん上手になったねとか、ね、おばあちゃんちゃんと投げれたよって孫から褒められる遺言を書いた&で長生きし、うん、そうね、うん、遺言書いたりほら、ね、家を取ったりするとね、うん、あのなんか長生きするやつよ。本当にこの墓も入居間近とよく磨く、うん、よくお墓参り行くもんね、うんうんうん、あの、けどね墓石までなかなかね。次いきます。食事会薬で締めてお開きに、うんうん、薬大好きやもんね。厚化粧笑う亭主は薄化粧薄毛のね、うん、なるほどお化粧じゃないよ、いや、うん、薄毛ってこと、うん、くっ寝てうたならとっくに出荷済み。なるほど太りますよ。持病にや医者顔負けの知識あり、うん、いやそうか今はネット社会やけんね、うん、いろんな知識があるけんね。本当にあの病名を自分で言う、ね、自分で言うの病気決めてるよ医者いらずよね。はい、次行きます。つまずいたふと見た床に段差なし何つまずいたか分からんやけんもうフラットな床でさ何もない床でつまずくった、うん。今日は以上となります。それじゃまた。このチャンネルでは88歳あっこばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。